お客様のおしゃまいページです。パジェロミニです。平成7年 VR24WD ターボ、オートマでございます。こちらですね、距離が11万9千キロいってるので大丈夫かなっていうふうに一般の方は思われるかもしれませんが、綺麗に乗られてる軽車両は20万キロ書かれて取引されてる車両もいっぱいあります。驚くほどこちらは綺麗です。本当に11万キロ走ってるのかという思えないぐらいですね。ただよくありますパジェロメンディア、内張り剥がれですね。こちらちょっと剥がれちゃってます、両面ですね。ですが本当に綺麗です。ここまで綺麗に、中もすごい清掃済みですね。こんなに綺麗なのあるんでしょうかというぐらいです。シートの方のへたりが全然ありません。中の方汚れ、ダッシュ板のノリ、外し跡もほとんどありません。オーディオはノーマルの三菱デッキ、何にもいじってないという状態ですね。エンジンをかけてみます。もちろん一発始動で、よくありがちなガラガラ音もなく、とっても静かです。今雨の汚れでちょっと泥がついてますが、ここまで角も開けずにカバーもついてて綺麗に乗られてる車なかなか見れません。ミラーの方はちょっと擦り傷、角があります。難点としてはここですね、見えづらい下のところのあたりです。タイヤの方も山が十分あります。ミラーもついてます。フォグランプもまっすぐついてます。エンジンブーム上げてみます。磨いてるとしか思えません。本当に綺麗です。オイルのにじみも見当たりません。タイミングベルト93,828kg に交換済みということで、他のベルトも交換済みですね。全然綺麗です。感じになっております。納車までもうしばらくお待ちください。ありがとうございました。